続いてステートセットのアップデートと、まあ、その他細々したのを手短にご紹介したいと思います。ステートセットは以前からあった機能なんですが2018で少し使いやすくなっているのでその部分をご紹介してまいりたいと思います。でその前に、まあ、これスライド1枚だけの簡単な説明になるんですが面取りの機能に関しても1つオプションが増えて便利になっています。 具体的には四角今画像の右上ご覧画面の右上ご覧いただくと左側の画像でどこにも属してない頂点が発生しているのが分かると思います要はこれまでですと面取りっていうのをオプションを有効にした場合このようにどこにも属してない点っていうのができてしまった場合がありました。 今回、この四角形交差っていうのをオンにしてあげることによって、ちゃんとそれぞれが四角形のポリゴンとして成立するように、スマートに変換してくれるようなオプションが搭載されています。これはスライド1枚でのご説明です。では、ステートセットの説明を行っていきたいと思います。えっと、今回に関してなんですが、まあ、これ、アンノールドのセットアップが行われているんですが、レンダー設定を開くと、 現状では解像度が640とかなり低い解像度のレンダー設定が行われているんでここをステートセットで加工していきたいと思いますステートセットのエディターに関してもこのようにドッキングがいろんなところにできるようになって便利になっていると思いますで今コンポジタービューというのを作ったんですが2018からはこのコンポジター側からステートの追加っていうのが行われるようになりました じゃあまずえっとファイナルレンダーというステートを作ってみました。コンポジターで作ったのがこのステートセット側にも見えているのが分かると思います。で今はステート01という部分にいるので、じゃあこのファイナルレンダーの方ではえっとどういう上書きをするのかっていうのがここで設定ができます。で今はレンダリングのプロパティに対してこのファイナルレンダー ファイナルレンダーというステートでは大きい解像度にするというふうに変更を行いました。そうすることによってステート01の方では640だったものがファイナルレンダーの方に切り替えてあげるとレンダー設定のプロパティがオーバーライドされて大きな解像度に変更しているのが分かると思います。こんな感じで1つのシーンの中でバリエーションを作る方法というのをスマートにできるというのがステートセットですね。 じまああのいろんなプロパティの上書きができるんですけどもオブジェクトの表示非表示に関しても上書きっていうのをしてみたいと思います今3つ目のオブジェクトを非表示にするっていうステートを作りましたんでこちらに対して先ほどとの同じように上書きを行っていきたいと思います ステートを追加という部分でオブジェクトステートっていうのが選べます。で、ここのオブジェクトステートなんですが、単純にどのオブジェクトかっていうのをエクスプローラーで指定して、選択して指定することもできます。今2個選んだんで、ロボットのアンダーバー GR っていうのに上書きするっていうふうに指定もできますが、 別の機能としてオブジェクトコレクションっていうのが便利なのでご紹介してみたいと思います。まあ、これはそのままですね見た目いわゆるワイルドカードで指定先を決定できるというものです。今だとロボットアスタリスクっていう指定をしているんでロボットっていう名前がついている全部のオブジェクトに対しての表示コントロールっていうのを行える感じですね。 ロボットで始まるオブジェクトに関しては、えー、レンダリングはされませんよ表示は非表示ですよっていうチェックを設定しましたちょっと確認してみましょうかステートを切り替えると今「ロボット」っていう文字で始まるものに関しては非表示になっているのがわかると思いますちょっと目,目玉に関してはロボットで始まってないんで出,出たままになっていると このオブジェクトコレクションの他にも、えっとですね、レイヤーに対してのダイナミックな指定もできるんで、こういうセットアップをしてあげることの利点として、例えば、えっと、何か芯をマージしたいとします。マージするシーンの中にもロボットっていう名前のオブジェクトが入っていたとしても、ちょっとアップデートは必要になるんですが、 ステートをアップデートしてあげることによってマージしたシーンのロボットっていう名前のものも非表示になってるんでうまく活用することによってレイヤーとかオブジェクトをマージする作業の際に、まあ、レンダリングとか表示非表示をスマートにコントロールできるという思いますのでこういったステートセットっていうのもぜひまだ使ってないっていう方はご利用いただけるといいのかなと2018で便利に進化しています